はい、皆さんこんにちは。今日はノマッドファクトリーという老舗のプラグインメーカーさんが出しているドラムツールスというソフトウェアを紹介します。今画面にありますが、メディアインテグレーションさんが取り扱っています。そしてなんとなんと9月の9日までだったと思うんですけれども、22,880円の商品が今だけ3960円という大特価になっています。一回ご飯を食べに行ったと思って買える値段になっているので、今日動画を見られていいなと思ったら買ってみてもいいような価格になっています。ではこのソフトをじっくり深掘りしてみましょう。はい、 DAW の中にドラムのトラックを入れてありまして、そして簡単なグルーブを入れてあります。まだプラグインは挿していませんが、プラグインはこの右側の青いところのツールです。まずこれをキックに挿します。ここにパラアウトをしてあります。5つのパラアウトに分けていまして、左からキック、スネア、ハイハット、タム、シンバルというふうな分け方にしてあります。このソフトウェアの特徴ですけれども、とっても面白いのが、左側にキックとかスネアとか、そしてタム、これらが2つずつあって、ちょっと毛色の違うプリセットが仕込まれています。そしてオーバーヘッドとドラムセット、このドラムセットというのはパラアウトをしない人が使うための道具だと思ってください。プリセットもいっぱいあります。今キックのところに入れましたから、このキック1というのを選びますが、ここでプリセットを選択します。まあロックっぽいというか、にぎやかなドラムというふうに考えて、このように選択して、次はキックを選びます。これだけのプリセットがあります。まあそれぞれは自分で聞いてみてください。一番初めの DW1 プリセットというのを選んでおきます。このソフトのすごいところは、今キックというふうに選んでますよね。例えばここはハイのイコライダーを操作するつまみです。その上に特徴があります。パンチだとか3つの種類に分かれています。これは何かというと、ノマッドが長年の経験で考えた周波数のポイントです。キックならこの辺がいいだろうとかいうのが3パターンありまして、ハイの場合上の方が低い領域になっています。それはマニュアルを見ればわかるようになっています。はい、日本語に僕の方で訳したマニュアルがあります。ここを見てみると、今言ってましたように、例えばキックのプリセットは、これローズとなっているのはローということです。これがサブというのを選んだら 50Hz、 そして重さ、多分ウェイトという英語だと思うんですけれども100、ボディというのを選んだら200とかいうふうになっているわけです。このハイスと書いてあるのは、これは高いのハイのことです。パンチでは 800Hz、 その次は3キロ、8キロというふうになっているというマニュアルがあるんですが、これを全部覚えようというのは考えなくていいと思います。感覚でやればいいんですけれども、このようにここの左を選んだりすると、ここの表現方法が変わるわけです。言い換えれば、画面のデザインは一緒ですけれども、でも内容がキック専用、ハイハット専用というふうに左を選ぶことにより分かれてくれているわけです。それプラスプリセットをうまく使ったら、一つ一つの太鼓に合わせたエフェクトツールになるわけです。ですからもう一度キックを押しまして、 DW1 というキック用のプリセットを選んであります。もう一つ重要なことがあります。ここに VU メーターがついています。そしてゲインディレクションのメーターも選択できます。ここでいわゆるゲインステージングができるようになっておりまして、
例えばマイナス12デシベルぐらいを狙いたかったらですね、これをマイナス12ぐらいにしておけばいいわけです。あまり神経質にならなくっても VU メーターというのは基本的にはざっくりでいいです。この VU メーターをそんな微妙に見て、あ、今 0.1 デシベル低いなとか、そういうものを見るためのものじゃなくて、 VU メーターというのは自分の耳で聞いてる感覚と同じようにメーターを見れるか、それが VU メーターのいいところです。ですから僕がいつもゲインステージングのところで言うように、この赤いところと黒いところの隙間、いわゆる0デシベルのところを超えていけないかというと、全くそんなことはありません。この赤いラインは超えていいわけです。超えたとしても12デシベルのヘッドルームがあるので、仮に振り切って3超えたとすればマイナス9デシベルというところになるだけですので、 VU メーターを神経質に見る必要は全くありませんので、そこをお間違えのないようにしてください。 YouTube の解説動画には0を超えないようにとかいうような説明をしているところがあります。皆さん間違わないようにしてください。ここで自分が狙うところを決めれましたら、これをすべてのところにコピーします。こっからここまでを選択しておいて、そしてこれを入れるだけです。そしたら4つのところに全部入りました。ちょっと前の実験用にここの鮮度がオンになっているものがありますが、鮮度は全部切っておきます。このように5つのドラムツールスというエフェクターが入ったわけです。あとすることは、この2つ目はスネアですから、スネアを選び、スネア用のプリセットを選択するということになります。まあこれも適当なものを選んでおきましょう。次ですけれども、今度はハイハットです。はい、ハイハットを選びました。次はタムです。今度はシンバルですね。オーバーヘッドというのがありますから、オーバーヘッドを選びます。はい、このように5つのパラアウトにドラムのエフェクターが入ったわけです。もう一度12デシベルに合わせておきます。もしくは自分専用のプリセットを作っておいて、そこから選択するというのも一つです。何せ5つのドラムツールスが入りました。では一つ一つチェックをしていきます。キックを鳴らす前に、このソフトのかかっていくインサートの順番をお話しします。一番最初にゲートがかかります。そしてその後コンプレッサーがかかります。それらはここでオンになっていないことにはかからないようになっています。ですからこのキックのパラメーターはローだけがオンになっているということです。次はこの左のメニューのキックを選んでるというそこを通ります。そしてその後モデリングキャラクターがありますので、そこを通るようになっています。ここを通った後に、このローの部分とハイの部分、いわゆるイコライザーが通るようになっていまして、イコライザーを通った後はサーチュレーションが通るようになっています。サーチュレーションの後はハイパスローパスフィルターです。その後にリバーブが入りまして、そして最後にオプトコンプがあります。これは DLA-2A となっていますので、 LA-2A のエミュレーションだと思います。ですからスレッショルドという考え方はなくって、メイクアップゲインがここにあります。そしてこの右でディダクション量を調整することになります。一番最後にここがリミッターの代わりをするクリッパーがかかるということになっています。厳密的にはリミッターとクリッパーというのは考え方が違いますが、
ピークを超えないようにする、そういうふうになっているということを覚えておいてください。ややこしいですけれども、きっちり覚える必要はないけれども、こんなふうにかかっているということだけ確認をしてください。じゃあキックの音を確認していきます。音を作っていく前に、ここでまずゲインを合わします。はい、マイナス 2.6 デシベルにしました。こうやってゲインを合わせてくださいね。そうしないとここで設定した意味が全くないですからですね。はい、じゃあ音作ります。はい、コンプを入れてもう少し迫力を出します。自分の好きなカラーにします。次はイコライザー。はい、ここでハイパスフィルターがかかっていますが、もう少し緩めます。今 61Hz でかかっていますので、はい、このぐらいに出します。音がいいですね。今度はスネアです。はい、ゴースト音があるのでゲートがかかっていますが、ちょっとゲートを落としてみましょう。はい、ゴースト音がこのぐらいある方がいいですね。ゲートは切っておきましょう。ちょっとかかってる方がやっぱりいいかな。ハイを上げ目にしていますが、エアーというとっても広域、多分 15kHz ぐらいだったと思うんですけれども、ここを上げています。はい、リバーブもちょっとかかっています。いい感じですね。はい、僕が今メーター見間違いました。インにしていませんでした。もう一度、はい、インでは振らないですね。もうちょっと上げます。はい、こんな感じです。そして今音が大きく聞こえていると思いますが、ここでアウトプットボリュームが上がっているからです。はい、戻します。先ほどのところもちょっとチェック忘れしましたので見てみます。キックは0にちゃんとなっていましたね。はい、今度はハイハットです。ちょっとゲインをつきます。はい、もう少しハイを上げます。今度はタムです。タムですので、上のループをタムのあるところにしておきます。もうちょっと締まったタムの方がいいです。
ちょっとゲート入れます。最後にシンバルです。もうちょっとハイをシャープにします。エアに変えます。あ、やっぱりプレセンスの方がいいですね。このように音を作ります。見ていただいて分かったように、初心者の人はもうプリセットを選ぶだけでもいいというふうになりますし、こだわった人はですね、今見せたようにですね、かなり細かいところまで追い込むことができるようになっています。これで全体を聞いてみましょう。いい感じですね。例えばこれをバイパスしてみます。一気にバイパスしたいときはスタジオ1ではここでバイパスすることができます。途中からバイパスします。バイパス、全然音が違いますよね。はい、これが元の音です。入れます。なんといいでしょう。もうノリノリになっちゃいますね。そしてこの黄色のトラックに集まってきているわけですけれども、ちょっとテスト的にこのドラムツールスをここにもインサートしてみましょう。そしてドラムセットというのがありますので、あまり強くかけないで LA2A のコンプレッサーぐらいをかけるという感じにしまして、イコライザーとかは良かったからこれで終わったわけですから、イコライザーも全部切っておきます。そしてリバーブだけを入れておきます。ここらは全部いいとして、ちょっとチューブも入れましょう。フィルターは聞いてみてどうするか決めましょう。そして最後ですからクリッパーを入れておきましょう。じゃあこれで鳴らしてみます。はい、ここでクリッパーがうまく働いてくれていますね。バイパスと聞き比べましょう。もうちょっとシャープ感が欲しい気がします。ハイを入れます。ボトムももうちょっと上げます。はい、メーターをゲインディレクションに変えます。この LA2A を使うときは必ずここをオンにします。
ああ、良くなってきましたね。はい、バイパスと見てみましょう。バイパス。入れます。入れた方が迫力が出ています。リバーブ感を全体として上げます。バイパス。入れます。こんな感じに作り込みができます。これが3960円。大きい声では言いたくないですよね。皆さんに使ってほしいのか、使ってほしくないのか、迷ってしまうほど素敵なドラムソフトです。3960円なんて美味しすぎる話ですよね。まあ、今日はノマドファクトリーのドラムツールス、メディアインテグレーションさんで購入できて、なおかつ9月の9日、ここまでキャンペーンをやっていますので、もし欲しいと思ったら、急いでゲットしてみてください。村長スタジオでした。